5区を一発第1レースの発走です。さあ前取りには5番の石田、最内からは地元1番の白浜、両者の前取り争いになりました。インコース抜けて1番の白浜和平、先頭誘導員との距離を縮めていきます。6番の田口守が位置を上げていきます。コメントの段階から短期と出していました。選手紹介では九州勢1番の白浜、4番吉良和信、両者の後ろにいました。まずはこの切れ目のポジションからということでありましょう。3番手です。さあ5番の白浩二が4番手、後ろは3番小塚純、この中部近畿コンビの後ろと2番の佐々木秀幸、3者の並びです。佐々木は中近勢の後ろをチョイスいたしました。従いまして2対1対3で一本棒、競争は2周回目と入っています。地元1番の白原、地元メンバーからの最初の登場、地元版から流れを変えていきたいところ。追走4番のキラー、直近のレース予選の通り越しはありません。短期の競争6番の田口守、5番の白浩二は4番手、後ろは2人です。2分線ならば早めに抑えて主導権を握る考えでありましょうか。下コーチです。追走は3番の小塚俊、直近2場所予選どちらも2着連帯です。2センターから4コーナー、5番の白浩二動いて3番の小塚、さらにこの2人の後ろをチョイスしました。2番の佐々木、3者で上がっていきます。さあ頭周回入って位置が入れ替わっていきます。5番の志田が先頭位置、下げて地元1番の白浜、4番のキラー、この福岡九州両者が現在は 4,5 番手、最後尾6番手キラって6番の田口、宇宙地域スーッと車を進めていきまして、切れ目4番手に位置を上げて打勝の3コーナーです。さあ5番の志田ペースで今は流しています。地元1番の白浜が2センターから仕掛けていく。さあ競争をいよいよ最終周回に突入。1番の白浜が5番の石田を叩き切れるか、4番の木永が連結外して現在2番の佐々木の後ろ、5番手に車を下ろしています。さあ1車裸け逃げになってしまった1番の地元白浜、5番の石田が番手はまって、その後ろ3番の小塚が続いてバック線から5番の石田が踏んでいく。5番の志田抵抗する地元1番の白浜、2センターから4コーナー自ら抵抗を見せる1番の白浜ですが、最後は5番の志田の後ろから3番の小塚潤が抜けてきた。そして2、3着争い、5番の志田、2番の佐々木、そして4番の木田。第1レースは A 級予選競争の1組目です。リプレイ図をご覧いただいています。5番の志田番手はまる展開から仕掛けました。地元1番の白浜抵抗に抵抗を重ねましたが、最終的には5番の志田がこのもがき合い制しました。その志田のマークから3番小塚潤抜け出して1着、2着接戦で内5番の志田、外4番のキラ、この辺りが2着争いでありましょうか。両者の間に2番の佐々木、決定までしばらくお待ちください。第1レースでした。